テリョータさん絶賛。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが6日自身のブログを更新、新橋演舞場初春歌舞伎公演で共演するスノーマン宮舘涼太さんを絶賛した。團十郎さんは初日を終えてと対して、初日を終えてほっとしています、襲名披露公演を終えて團十郎としての初舞台、しかも正月、さらに宮舘くん、そして補填を伝える形にとの挑戦、とても満足な初日の舞台となりました。これも一重に多くの応援があってこそです。皆様ありがとうございます。嬉しいです。明日からも続きます。ぜひ多くの方々に歌舞伎を、日本の文化に触れていただきたい。本日も誠にありがとうございました。十三代目市川團十郎白猿。團十郎さんはツイッターでも、3年ぶりの宮舘涼太さん、3年前から見ている方は気づくはず、彼の努力と成長を、私はそこにも感動しました。私が襲名披露公演の間、お忙しいのに本当に熱心に稽古していました。初日終わり、彼に声をかけました。よかったねと、よかったよと、私も幸せですと、團十郎さん非常にですね、宮舘さんのことを絶賛していますね。陰で努力をされていたそうですね。素晴らしい。いつも私の拙い動画をご覧いただき心より感謝します。下手な動画ですが、下手なりに心を込めて一本一本心込めて作成してまいります。チャンネル登録していただけますと励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。